てと言われて待つやつがあるかだって。まどろっこしい、さっさと切らせろ。こいつまた何でも投げつけた。グレタ面白い。Galaxy Fight New Generation Heroes. No way! We should watch Asahi save the day in Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy. New Generation Heroes! I'm putting an end to this once and for all. Let me have victory. You even copied my mom's armor. So, you know all my moves, huh? Ricking Bird! How about this? It's time we extend a little brotherly payback. Fine. This is nothing. I shall demolish every last Ultra in this universe. This is getting interesting. All right, let's go, everyone. Ultra Galaxy Fight, New Generation Heroes. How about we watch all our adventures in the Ultra Galaxy Fight series? Let's do it.本日未明、巨大な人型ロボットと思われる物体が突如としてここ空船競技場に落下してきました。落下当時競技場は無人で被害者は出ませんでしたが、住民には避難勧告が出されています。あ、ナースで成功です。ガッツセレクトにも出動命令が出たようで、今現場上空を飛行しています。
こんなデカブツなんで直前までわからなかったんだ。大気圏外に突如として現れ、探知が遅れたとのことだ。ロボット、この前のサタンデロスと何か関係が？いや、見た目はペダン星人のロボット兵器キングジョーなんだけどな。 TPU から命令が下った。この機体を調査、解析し、可能であればナースデッセ号によって回収せよ。ロボットに熱源、磁気反応なし。今のところ動く心配はなさそう。ラジャ、これも地球を侵略するために来たのかな。それにしては妙だ。確かに改造されているが、どう見ても地球の技術が施されている。地球の？さすが秋田、もう何でもわかるんだね。可能なら内部も見たいけどな。そうだね。あそこなんか開いてない？ほら、循環システムで肺液的に酸素を供給できるみたいだな。だとして動力源は、これがマルーの言ってたペダニウムか。異性のエネルギーを応用して使ってるってこと。ああ、けどこんなことができる組織、地球じゃ俺たちぐらいだよな。じゃあ一体誰がこのロボットを。このロボットの持ち主の方ですか？自分は地球防衛軍対怪獣特殊空挺機構隊ストレージの元パイロット夏川春樹です。それと地球生まれの地球育ちだそうです。はい。だがストレージという部隊は聞いたことがない。それにはですね、深いわけがあってですね。もしかしたら別次元から来たのかもな。イグニス、お前また。そうなんですよ、キングジョーを強奪したバラサ星人を持っていたらブルト二次元に飛ばされちゃって。ちょっと情報量多すぎますね。あの、一つずつ説明してもらってもいい？もしかしてあなたって、はい、こっちのウルトラ。おお、彼は混乱しているようなので尋問を折り留まなかったように行います。じゃあなんで喧嘩を。僕もすごい興味あるから任せてください。待って、なんで僕がウルトラマンって分かったんですか？お、やっぱりウルトラマンなんですね。え、当てずっぽうで言ったんですか？いや、なんとなく感じたんですよ。俺もウルトラマンなんで。え？え？ハルキ、この際こっちに入ってもらっちゃいなさい。おっす。誰？狭いところですけど、どうぞどうぞ。いや、大丈夫ですけど。え？アキト！怖っ。え？ナイスチューミーチュー。私はウルトラマン Z。 ウルトラマン Z？ ああ、俺は Z さんと宇宙で一緒に戦ってるんです。え、一緒にってどういう？あれ？あなたもそうなんじゃないんですか？僕、真中健吾って言います。ウルトラマントリガーやってます。ほう、彼がそのウルトラマンご本人ということだな。ああ、そういうことっすか。いや、まさかまた違う次元のウルトラマンに会えるなんて。じゃあ、本当に別次元から？ああ、そうだ。だが、少々問題が発生しております。そうなんすよ。それは？ Z ライザーです。これを使って Z さんに変身するんですけど、壊れちゃったみたいで。その上、ウルトラフュージョンして戦うためのウルトラメダルをどさくさに紛れてバロッサ星人に奪われてしまったんだ。ウルトラメダル。ああ、これここに入れて。メダルなんですね。僕はキーなんです。おお、ところ変わればっすね。ですね。それはともかく、バロッサ星人も来てるとしたら、いずれ必ずキングジョーを奪いに来るだろう。だが変身できなきゃ戦えないし、ウルトラやばい。それは大変ですね。キングジョーも持って帰れないし。わかりました、僕たちも手伝います。
同じウルトラマンですから。僕たち？俺はウルトラマンじゃ。彼は聖明人、ガッツセレクトの開発担当なんです。きっと壊れたゼットライザーも直してくれます。本当ですか？ケンゴくん、アキトくん、ありがとうございます。ふん、ウルトラメダルね。極上な匂いがするぜ。我々から君たちへ注目の情報だ。Ultra Galaxy Fight, The Absolute Conspiracy, now on YouTube. ぜひチェックしてくれ。これからも我々と共に歩もう。異星人ですか？あのロボットと一緒に別次元から来たのかね。てかあんた大丈夫かい？この前やられたのが結構効いてんだね。エタニティコアを狙ってきたようには見えませんね。ですがですが、周辺を引っかき回してはくれそうです。ああ、ユーザレも巻き込んで暴れてくれる分にはこちらにとって好都合だからね。あげっここ、やめてください。どこが痛いんだ。ほらほら、しつこいな。もうバロ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 、おかしいみゃ。あと一個ジュランの種があったはずなんみゃが、巨大化しないとあれは持ってけないみゃ。まあウルトラメダルが手に入っただけでもよしとするみゃ。あとは元の次元にどう戻ったものみゃ。そいつがウルトラメダルか。ふん、この貴様何やつみゃ。宇宙一のトレジャーハンター、イグニスだ。そのメダルは俺がいただくぜ。トレジャーハンター？ただの盗っ人ではないか。これは誇り高き宇宙海賊バロッサ星人のものみゃ。盗っ人だ？海賊の方が盗っ人じゃねえか。トレジャーハンターも同じみゃ。ちげえよ、てめえらのは略奪、俺のはローマンだ。略奪の中にもローマンはある。我々は常に銀河中のお宝を探し吟味し、そして全力で奪うのである。これほどの快楽と優越があろうか。よっ、ないみゃ。あんたにそのメダルの価値がわかるとは思えないけどね。そのセリフすっくり返すみゃ。ああ、じゃあこれはわかるか。みゃみゃ、それは吸血ボール。ちょっと触らせて。気をつけた方がいいぜ。なんせこいつは怒りん坊だからな。ではこれはどうみゃ。みゃみゃ、そいつは古代ゴンジアザーの隊。あんたそれをどうやって。これがわかるとはかなりの隙物みゃ。こいつはどうだ。それはバグダラスの羽。そいつはデジモニア。しかもこんな小さいやつ初めて見た。こいつはどうだ。みゃ。これはあの、ハルキさん、ウルトラマンをやってて一番大変なことって何ですか？いろいろありましたけど、はい、大変とは思ってないですよ。すごい重責ですよね。いや、重責とも思ってないですね。そんなことよりこの船どんな変装があります？
並走。あ、その秋田どうだっけ。手法としてナースキャノン積んでる。手法、口径は弾は実体弾、それとも粒子砲。実体粒子砲タッチ800mm 家電粒子砲。家電粒子砲いいっすね。他には自衛用の多連装ミサイル発射システムとかあるんですよね。もちろんあります。 あるよね。いちいち俺に聞くな。だってナースで成功設計したのアキトだし。そうなんですか、すごいじゃないですか。別になんかすいません。あ、大丈夫ですよ、珍しく嬉しそうなんで。は、あとこれガッツスパークレンス。普段は対怪獣用の携帯武器なんですけど、僕のはアキトが作ってくれた特別仕様でウルトラマントリガーに変身できるようになってるんです。おー、ジェットライザーみたいなもんすね。はい、すごいっすね、アキト君。ケング君、トリガーさんの強い味方だ。そんなんじゃない、こいつのために作ったわけじゃん。アキト、こう見えてすごくいい人なんですよ。聞いてるか、俺の話。なんだかんだ言ってこうして手伝ってくれてるし。違う、ただの研究材料だ。待てよ、ジェットライザーに込められたエネルギーをブラング機に移すことができればなんとかなるかもしれない。おお、さすがアキト、やっぱり頼れる男だな。うざい、こっち行ってろよ。いや、なんか手伝えるかもしれないしさ。見せてできるわけないだろ。痛い、すぐ言う。いや、邪魔。あら、どさくさに紛れて何盗んでるみゃ。宝島に夢中になってるのが悪い。卑怯者みゃ。こんなところにあったよ。ファルコンで郊外の目標をとどめ、撃破。キジリ、シズマ、マナカ隊はガッツファルコンを地上より支援せよ。ラジャ、おラジャ、バロッサ星人、やっぱり出てきたか。ハルキさん、僕が行きます。アキトは早くハルキさんのガッツパークレンスを。分かってる、ケンゴ君、お願いします。はい。私から秘密の情報を教えてあげる。Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy. Something is happening in this galaxy. So this is the power of darkness. I deny both light and the bond to stand up for justice and overcome challenges. That's Ultraman. So you're Tartarus. Come to witness history. Now on YouTube. Access granted.ウルトラマントリガー、ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ。絶対に見てくださいね。
できた。やった、アキトカ、すごい。うざい。まずそのキーを起動する。オークマン Z オリジナル。もう一回、そしてキーをガッツスパークにする、挿入する。なるほどですね。ありがとう、アキトカ。その後、おい、セントさん、アキト君がこれ作ってくれました。ブートアゼスティア。よし、行くぞ、アルキー。おっす、ご賞味ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 おっと、あぶれ。何するんだ、アルキー。おっと、あ、いった。ちょっと、当たりました。さあ、痛いよ。すいません。ちょっと、それ使い方聞いてないの？これ以上聞いてないっす。うわぁ、どうしようか。あ、ちょ、ハルキ、ハルキ、それ、そこ、開くんじゃないか。え、そこ、それ、うん、行きました。それじゃあ改めまして、おーす、ご賞味ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 オークマン Z オリジナル。変身できたんですね。アキト君のおかげです。おお、これがウルトラマントリガーなんだな。よし、行きましょう、トリガーさん。はい、ゴーショー。我の名をウルトラマンショー。一番大事なウルトラマン、この曲引き換えでも守る。ケンゴくん、いいっすね。え？アキトくんみたいな頼もしい相棒がいて。相棒？はい。よう、命拾いしたぜ。それ俺の。おかげで極上な冒険を楽しめたよ。またね。親分の敵、バ
あとはあのキング城をどうするかですね。そうっすね。あ、ウルトラマンになったってめっちゃお腹空きません？めっちゃわかります。それお腹空いた。あ、ラーメンでも食べに行きます。いいっすね、はい、じゃあこの地球で一番うまいラーメン屋連れてってくださいよ。この高い地球で一番うまいのわかんないですよね。なんで？僕火星から来たばっかで。火星？はい。いやいやいや、またまた冗談を。いや本当なんですって。街で次々と電子機器に異常が起こる怪現象。それは世界中の重要施設にまで影響を及ぼし始め、ついにナースデス帝号のシステムまで奪われてしまう。行きましょう、ハルキさん。僕たちの船を取り戻さなくちゃ。次回、ウルトラマントリガー繁殖する侵略。スマイルスマイル。ここを押してチャンネル登録すると更新情報が届きます。ベリアロクさんもチャンネル登録お願いします。おお、ベリアロクさん。